で聞いたことあるメロディーですよね。これの発声練習にイントロがついて伴奏がついておかずがついたら、もっと楽しく発声練習が練習できるんじゃないかなっていうコンセプトで作りました。でこの発声練習が「あ」とか「ら」とか「ま」とか、そういったものじゃない言葉でちゃんとこう一つの世界になっている歌詞がついていたら、きっともっとあ、これって大会に向くんじゃないかな、あ、こういう感情で歌えるんじゃないかなっていう。ただ「あ」だけだとですね、音程は良くなるかもしれないんですけど、やっぱりその大きい声だけじゃなくって感情を言葉がついてると情感も多分移入しやすくなるんじゃないかなと思いました。あだけではつまらないので、要はこれに歌詞がついているもので、練習をしていただきます。ここが一番いいところです。聞いてください。それではいきますよ、いつこさん。それでは夫婦ものの歌詞入りで、はい。ボーカルが入ってるんです。ガイドボーカルが入ってるものでやってみますので。ガイドボーカルが入ってないものもありますね。はい、あります。ご自分で歌を歌って録音されて、雰囲気が出てるとかずれていないとかっていうチェックもできるようになってますので。はい、じゃあお願いします。部分と最後の起承転結のケツの部分まで入っています。それでまた歌詞も高くなるとちょっと違うのね。そうです。サビらしい歌詞になっています。それでは開胸ものをお願いします。これにも歌詞がついてるんですね。はい。私がカモメになれたなら今すぐこの海越えるのに、私がカモメになれたなら今すぐ感じで、酒物があって、あと良情物があって、それラブリー歌謡ってのは割と歌謡曲っぽいね。そうです。そう演歌っていうか演歌よりも歌謡曲っぽい感じのね。8行になるんですね。の形のオケが入ってます。はい。